はい、けいちゃん。はい、あ、けいちゃん座ったい。あ、うん、ちょっと待って。12週目入りました。すげー、なんと妊娠4ヶ月4ヶ月も経ったんや。早いよね、うん、一回お見せできますか。さらにまた前回11週目の時に報告したと思うんやけど、もうけいちゃんのお腹がさ相当相当出ちょうの分かる？硬い、めっちゃ硬いんよね。これがもう12週目でございやす、はいはい、でね、前も報告したけど、もうあの総合病院の方に移って無事、妊婦検診が始まったということで、次の妊婦検診はねまだね時間があると、うん、あ、でその前に前の動画もでも紹介したけど、俺らが今新しく沖縄でね、カフェを作っていると、まあ、カフェというかもうスーパーエンタメ空間みたいな感じなんでめちゃくちゃ雰囲気のいいところ、まあ、ブランコとかね、もう映えするような場所たくさん作っちゃうけど、そのオープンを9月の13というふうに伝えたんやけど、台風の関係で、ちょっとまあ数日延ばそうということになって、9月の連休1回目はちょっと延ばさせてもらって、一応9月の17から、まあ、プレオープンっていう感じで、まずちょっと軽く開けさせてもらって、また台風も来てるんで、で3連休の9月の21が本オープンみたいな感じになる予定なので、遊びに来られる予定がある方はぜひ遊びに来てください。ただまだねオープンしたてなんで優しい目で、はい、オペレーションもね完全にうまくいってないので絶対に、まあ、そこはやりながらね改善していこうと思ってるんで、お待たせすることもあるかもしれないけどね、とびっきりの笑顔で、対応させてもらうのでお願いします。検診がね間隔長いよね、うん、3週間に1回になりました、うん、あと2週間後、うん、長い長い。毎週見てくれてたからさ心配、ちょっとお腹は出てきてるけど。そうやね、まあやっぱりねお母さんの方がママの方がそれはもう体に嫌だしょうわけやから、あの心配は多いと思うよね、うん、で俺ももちろん心配やけど、まあ、12週目がね一応こう12週目の壁って大きな壁があって、うん、ここでさまだ検診一応受けてないから 100% 安全って思えてないんやけど、うん、でもまあ12週目を迎えてまだねあの見せた通りけいちゃんのお腹が本当にねびっくりするぐらい1日1日ずつなんか出ていっちゃう感じ、うん、すごいよね、うん、夜すごいなんか、うん、はあ日中動いて春からかもしれんけど、うん、すごい神秘的な経験をしてます、うん、すごい。だからまあなんていうんかな、早期流産で亡くなり始めてるんで、まあ、おそらくね絶対こんな話はしたくないけど、そういう万が一のことがあったとしたらもっと母体にねちょっと影響があったりとか痛みを感じたり腹痛それから出血とかっていうことになったりするんで、もう結構大きいから 4.5 センチぐらい、1人ね 4.5 センチ 20g ぐらいだったっけな、俺たちのベイビーたちがこんなに大きくなったの、うん、が今2ついるわけやから、うん、まあ、何もね本当にあの前兆がなければ、まあ、大丈夫なはずなんやけど、まあ、前も言った通りね先生からは双子には安定期はないと言われてますんで、はい、はっきり言われちゃいました、うん、聞いてはいたけど、まあ、でもすくすく絶対今育っちゃうと思います。強く生きてくれてますように、うん、で今日はね、はい、これ案件でも何でもなくて、実はもう俺が妊娠5週目ぐらいから買ってたものがありました、はい、それがねこれやっぱり妊婦さんやったら一度はね多分見たことがあるであろう。昔の人知らんと思うよ。あ、昔の方は知らんと思う、うん、まあ、ちょっと比較的新しいんかな。世代じゃん、エンゼルサウンズっていうね。でこれが何かというと、まあ、あのエンジェルサウンズって字のごとく、まあ、胎児の、まあ、超音波心音系なよね。だからまあね、あのクリニックとかでもさこうやってあのチェックしたりする、あの触診っていうか、あのちゃんと塗ってお腹でエコーで見るみたいなのがあると思うけど、それの、まあ、スーパー簡易型の心音が聞こえる、やつということ で、 で俺これね焦りすぎてもう妊娠5週目6週目ぐらいにもう買っちゃってたと。よくよく調べたら妊娠12週目頃から使える、うん、
って一応書かれてる。なんかちゃんとここが子宮やなって分かる頃って先生言ってた、うんうん、多分完全に出てきたからここら辺、うん、でなんか何週目かによって当たる位置もちょっとこう微調整するみたいなことがあるらしいと。楽天とかでね買うとすごいレビュー数で本当に多くの妊婦の方がこれで心音聞いて、常にこう検診がない時も心音を聞くことによって安心できたみたいな、すごいそういうね安心できた声も多くて、これに支えられたっていうコメントも、うん、DM も結構いただいてることもあったよね、うんうん、病院の何千万とかするやつのレベルじゃないので、結構まあこう超音波をこうお腹に当てるわけなので、もう長時間ずっとこうやって使っちゃうとこの母体の赤ちゃんにちょっと悪影響があるかもしれないというふうに言われてるんよね。そう、むちゃくちゃ怖いのよね正直。だけど別に 1,2 分程度だったら大丈夫というか、 1,2 分で使ってくださいっていう、まあ、ことで、それ以上とかもう大げさにずっと使い続けるとやっぱりその超音波が赤ちゃんに悪影響を及ぼす可能性がありますってしっかり書いてくれてる上で、その注意事項を分かった上で使うことが大事というふうに書いてるので、もうでも絶対にこの注意事項を守りながら使いたいなと思ってます。先生に聞いたよ。あ、先生何て言った？悪影響あるんですかって、うん、でなんか悪影響というか赤ちゃんがちょっとびっくりするらしくて、あ、赤ちゃんにとっては超音波って振動らしくて、あ、だからいつも触診とかでも赤ちゃんがピクピクするのは、え、これ何やろ何やろみたいな、めっちゃ笑う、エコーでもさびっくりする、めちゃくちゃ動いちゃったもんな、なんかもうこ毎回こうダンスしてるみたいな感じで、ちょっとびっくりしてるやんな。そう、眠ってたりしても起きるらしい。それでだから検診とかでも同じような超音波が流れてるってことよね、まあ、質は置いといて、うんうん、だからまああれでもちょっとびっくりはしちゃってるってことやもんね。そう、だからつまり病院のやつでも長時間やると絶対良くないってことやね。良くないと思う、うん、だそういうことやね。毎日やるのはちょっとうん、控えた方がいいかもしれん。分からん、まあ、コメントではさ毎日やってた人もおったよ。いや絶対、うんうん、それでも何ともなく出産した人もおるし、うん、とにかく使いすぎは絶対ダメと、うん、赤ちゃん本当にびっくりさせちゃうから。とはいえ母体ママのストレスみたいな、その心配っていうのも大きなそのストレスの原因になったりもするので、まあ、これを使うことでちょっとストレスが軽減されるっていうこと、いい面もあるはずなので、うん、一回はちょっと使ってみたいなと。すごいおすすめされた、うん、いろんな方に、ね、視聴者さんに、うん、そうそうそう。双子ちゃんの場合2つ聞こえるのかな。1がどこにあるか分からんよな、うん、一応ねこの説明書には書いてあるけどね、縦にあんのか横にあんのか、まあ、こんな感じで書いてあるので、でこれを使う上でっていうか次の検診からさ、またあれやもんね、俺が一緒に入ってケイちゃんのお腹でこうやって先生がこうやってやってもらいながらエコーが目の前にあって一緒に見れるっていう、超音波検査がそれこそ、うん、だから超音波検査が始まる前に自分らでやるという、はい、これがついてる。でこれここで当ててやるらしいんだけど、このままやるとあれなんで、こうジェルがあってジェルを塗ってこのジェルの上からこうやって本格的やると書いてあるんです。はい、電池入れた、電池入れた、もう準備万端です。でこうやって、あ、聞けるのね。自分のし、あ、心臓できるんじゃない。いや、これ心臓って聞こえないよね。不思議やけど。ジェル塗った？塗ってない。ジェル経由せんと多分。俺の心臓は聞こえるのかな？テスト。で、俺の心臓でやった方がいいよ、まず。一回テスト。ここは一応ローションになるのかな。なんなんない。え、これ塗っていいの？うん。いやー、冷たい。これすごい音しそう。そんな広げんでいいよ。え、そうなの。多分、いくよ。聞こえる、聞こえる、ドック、ドック、すごい、めっちゃ聞こえるな、ドック、ドック。いや、すごいな、やっぱこれジェルをすることでこんなに、うん、液体に多分こう振動が、あ、だからジェルしないと全然わからんかったな、うん、おちびの心臓、ちっちゃいけど、おちびちゃん、やってみますか。冷たい、ちょっと冷たい。でも多分病院でもこんな感じなんじゃない。冷たいよ。え、どれぐらいの範囲で。結構たっぷり分厚く塗ってる気がする。ではやってみますか。ちょっと長時間はダメなんで。すごい小さい音やと思うけど。じゃあやってみます。聞こえて。分からんよ、どうか。場所が分からん。大体この辺って書いてある。
腹部の下方にありますって書いてある。ガラスあんまり長時間圧力良くないよね。わからん、ちょっと待って一回。結構思ったより下にあるのかもね。30分1時間聞いてる人とかおって、いやよくないよなそれは。寝る方がいいとか。ごめんちょっとなかなか探せんくて、ちょっとこっちでさ今いろいろ探しとったらおったよみんな。おった、はい。こうやって聞こえへんのみんなは。これちょっとみんなには聞こえないかも。これやな。いました、いました、いました。めっちゃ早い心拍。いたよ、いた。ちょっとジェルまみれですが、ケイちゃん聞こえた、初めて外部から。いました、一人発見。ここにね、あ、もう今もつけてないんで、つけてないんで大丈夫なんやけど、この辺におったね。このお腹の左ちょい下、まあ、ちょい左ぐらいかな。最大音、そう、最大音っていう、何やったっけ、血液が流れる音、へその、うん、なんか赤ちゃんに血液が流れてる音があるらしくて、それを最大音っていうらしいんやけど、それがね聞こえてくるよね、なんかゴー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 みたいな。で他の音とちょっと明らかに違くて、でその周辺に赤ちゃんがもういる。でその近くをこうやってやると徐々にこうドンドンポ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 ンみたいな、あのケイちゃんがエコーで見せてくれた感じの心拍音っていうのが聞こえたね。ちょっと双子ちゃんがもしかしたらね、こっちにもおるんかもしれん。ちょっとあんまりやりすぎの怖いからやりたくないけど、やりたい。でなんかちょっとやり方間違えてたかも。なんか こっちにつけたらいいのかもしれない。なんかヘルツ、超音波の、うんうん、3から8ヘルツは影響はない。超音波の特性を考え、ご利用は病院と同じように数分以内を推奨してる、うん、ちょっとまず俺が触診をします。2つで聞いたらもっと大きいかも、うん、さっきのがここ、うん、すごい2つで聞くとすごい大きい、最大音聞こえる。いた、ここ聞こえる、ゴン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 って言うと。めっちゃでかい、そうめっちゃでかい、めっちゃ聞こえる、めっちゃでかい。やっぱ2つで聞くとすごくない？ボン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 、もう本当あのエコーで、うん、エコーで病院で聞かせてもらったぐらいの力強い、力強い音聞こえるな。本当ね、ここと隣同士、ここコール、隣同士で寝とんの、すごい、むっちゃ元気な心音が。よかった、生きてた。なんか最初やった時ちょっと聞こえなくてちょっと心配になるよな、うん、でももう場所分かったね、もう多分もうすぐなんとなく、あと最大音ともう心音の感じがなんとなくわかる、うん、から最大音もすごいな、最大音がすごいわかりやすい。じゃあ最大音の近くにおるって書いてある、もうゴーっていうそのもうほんとちょこ横ぐらいにちょっとずつこうボン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 、まああのエコーのもらった時の音あれとほんと一緒、うん、でこれ2つで聞くと、で最大で聞くともう一緒、ボン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 、びっくりしたし、ごめんねー、でもそんな長時間使ってないからね、はい、寝てたのにね、よかった、生きてた、二人とも元気。いやよかった、いやこれは多分ね安心材料になるよね、る特にやっぱ俺らは1週間に1回やったから、うん、なんか大丈夫やったんやけど、こう3週間に1回とかなると怖いよな、うん、安定期、映像で見たい、しかも安定期入る前やからね、うんうん、よかった本当、もういや聞こえた、2人が超元気にバク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 、より力強く音が聞こえてる気がして、うん、すごくよかった、2人とも元気で、うん、とりあえずね、ちょっとケイちゃんお腹冷えちゃうかな、これこれあれした方がいい、冷え冷え、いやーまあでもよかったよ、とにかく元気に、まあでもね間違いなくね、何のケイちゃんは健康体かつ本当つわりがね前と比べると全くなくなったぐらい。まあ動悸、息切れ、だるさ、疲れやすい、うん、眠気、うんうん、OK な感じになったんで、まあ、前ほどね寝たきりとかは全然なくて、まあ、ちょっと今カフェの準備とかでバタバタしちゃってるからね、本当はまあ本当無理させたくないんやけど、まあ、前に比べたら良くなったね、うん、動きやすくなった。でも本当に安定期はないんで気を抜かず、休めるとき休んで
今日休みやったからね、うん、はい、で4ヶ月、ようやく4ヶ月、よかったね。これじゃさすがに聞こえんよね。聞こえ、そうやって聞こえるようになるな。でもこう蹴ってくるんやろ、うん、冷たい、大丈夫かな、これ塗りすぎたな、こっちよかったよな。でもこことここに2人おると、こういうこと、うん、多分こう、こうかな、しかも頭が落ちた、実感出てくるね。なんかまだ実感ない。そう、あんな心臓も聞こえとんのに、夢のよう、こんな毎日お腹でかくなってとんのに、実感しかない。本当に私におるんっていう、おるよ、もうめっちゃ出ちゃうもん、信じられん、嬉しさ。よかったね。でも12周目の壁はもう超えたんで、うん、かなりでかいんでね、12周目は。次は壁っていうか、まあ次は15周目に安定期と呼ばれている胎盤が完成するんで、胎盤が完成したら、まあもちろん双子に安定期はないと言われちゃうけど、まあ一般的に一人の子とかやったらね、もう安定期と言われている、本当落ち着くと発表する時期、うん、そうやね。で普通の一人妊娠の人も多分12週目ぐらい、今のケイちゃんぐらいからちょっとずつお腹が膨らみ始めるらしい。もうだからケイちゃん異常なぐらいね、やっぱ双子やからドーンって。あとみんなもね、あの沖縄とかに遊びに来て、店とか来て、まあケイちゃんはね、そんな外に出てることもあんまないからレアやと思うけど、もし会えたらお腹でかくなったりしてると思うんで、ただ本当にケイちゃんにあんまりストレスかけたくないんで、あんまりねこうケイちゃんに会えるまで帰りませんとか、私は厨房でてんやわんやしとるから、ね、外に出たくてお話ししたいけど、多分最初そんな暇もなくて、そうそうそう、裏方に、はい、おります。で毎日います、2人は。優しく、うん、優しくちょっとね、お待ちください、うん。まあ、でも楽しみにしておいてもらえたらなと、あのたくさんいろんなスタッフの子も集まって、個性豊かな、そしてデザートとかもねすごく力入れてスイーツもやり始めますんで、まあ、メニューはあのこんな感じでポッキー、アサイー、スムージー、さまざまなものを用意してますので、楽しみにしておいてください、はい。じゃあ無事12週目おめでとう、イエーイ。あと沖縄のね店にはもちろんショップとしてもね、あのうちのアパレルの商品、それから、沖縄の新しいリゾートライン的な新しい種類のカフェの T シャツ系もあるし、新しい商品、そしてケイちゃんの買い付け、もうめちゃめちゃ種類揃ってるので、それもぜひ見に来てください。では次のところでお会いしましょう。次や、バイバーイ。